怒ってるんですね。ノリオコールが怒っておりまして、このノリオコールが気に入りません。ランプ松本頭をかきむしっております。まあ、しかしこれは仕方がないでしょう。さあ試合が始まりました。力で投げ飛ばしました、ランプ松本。いや力の誇示ですね。やってます。一発で吹っ飛びますからね。そうですね。この力があれば本当にあの狂気は必要ないと思うんですけども、ダンプ松本極悪同盟どんなもんなんでしょうか。この野郎というだ。おーっと伸びました。一気に持ってかれましたね。恐るべしダンプ松本、恐れ入りましたね。これは本当にあの縦の選手大丈夫ですかね。押し倒されたんじゃなくてそのままね場外にすっ飛んで姿が消えてしまいました。さあ1対1大変な相手を迎えました。縦のノリオであります。今度は髪の毛を持って一回転半。何かノリオコールがですね一回にすっ飛んでましたね。いやあまりに凄まじさ、いやたまりません。シーンとなったような感じですね。シーンとなりますよね。そして100キロの巨体、今度は顔面を真っ赤にたきつけております。ロープの反動を利用する。レスリングがなかなかうまいものを持っておりますダンプ松本。今日はしかしここまでちゃんとやってますね。そうですね、パワー一本やり一本ですね、恐怖攻撃をしませんもんね、さあ、まあ、最も全然あの不安なシーンがないですからね。そうなんですね。候補者軍団もまずじっと観戦ということですね、はい、これから果たしてどういった試合になるんでしょうか。おっと今度はキック強烈です。まあ、しかし縦の選手もねやられ放題ではなくてちょっと頑張ってほしいですね、はいはい、なんとかなんとか、パンチコーンなんですけども相手にあまり通用しておりません。おーっとまた一発を返し、ブロック発やって一発でね返されちゃいます。この辺りが体力の差。さあ、あっとどうなんでしょうか。大きな左の腕、完全にもあの縦の喉を捉えてましたね。今反則のカウントが入りました。さあもう一回ロープに振ります。おっとようやく縦野に技らしい技が出ました。ね、初めてじゃないですか、仕掛けたのは、もう一瞬の不意をついてね、相手いる中ね、しかしまたあの今度はクロー攻撃にやられてます ね。先ほどもあのクロー攻撃にしてましたが、今日はなかなか細かいところでね多彩な技を使っておりますダンプ松本。しかし一心食いました、縦野ノリオであります。なんでしょうか、右足行かなきゃに来るんですかね。そうですね、耳に当たったようですね、はい、ああなるほど、恐怖攻撃はやってないんですけども反則はやっております。まあしかし今日のダンプ松本戦いぶり、このぐらいだったらあのファンも許してくれるんじゃないでしょうか。いやこの程度はもう仕方がないですよね、格闘ですからね、はい、さあまた縦の伸びを激励するようなノリオコーラ、応えるようにジャンピングニーパット、まあ、ようやく縦のも技を出してまいりました。お足四の字に行こうとしてるんですか。そうですね、はい、足を取ったんですけどもね、ぐっと裏を向かれて、そうですね、この辺りうまいんですよね、はい、なかなかあのスピーディーな動きができるんですね。デスロックに行ったんですけどね、何をしようというのか、うん、背中をね蹴りつけております。じっと耐えるダンプ松本。さあと今度はまたお返し、何かの身震いしただけでね縦の伸びをすっ飛んでしまいます。あまり効果がなかったですね。なかったですね今のはね。わっとまた足が飛んでます。強烈なキック効いてるようですね。やはりあのダンプのあの体でね、はい、蹴りが入りますと相当なあの衝撃でしょうから ね今のなんかもまともにバシッと入ってますもんね。そして最後上から100キロが押してまいります。縦のノリオ、もう本当に今日は地獄みたいな試合ですね。地獄での試合であります。お、
初めて場外に降りました。おっとどうか、初めて場外に降りました。ダンプ場外でお腹にボディ攻撃。さあ髪の毛をつかんだ。これは本部関、上田晋司コミッショナーの顔も見えております。いやーなるほどね。カウント13 14、縦のない相手じゃない、問題じゃない、こういった今アピールを見せました。ダンプ松本でやります。本当ですね、あの、はい、いつでもフォールを取ってやるっていう、そういうあのアピールですね。そうですよね。さあ今度はどうするか。おっと縦野が懸命に逃げるんですがダメ、ハイドドライバーを食いました。カウント2、クロウス逃れます。あーちょっとこれ縦野勝ちそうなあの目がありませんですね。こうして見てますと、ちょっと表情を見てましてもね、本当に苦しそうですね。はい、一方的に攻めつけられております。縦野がここまで見せた技といいますとね、ジャンピングニーパッドと回転指固め、この2つですよ。そうですね、ほとんど動きません。また上から行った、ホーンの体勢です。本庄もゆかりカウント2であります。危ないですね、まさに風前の灯火。さあ縦野どうしようというんでしょうか。ダンプの場合は決めようと思ったらもういつでも決められますでしょう。そうですよね。今もう逆に縦野選手の場合、こういう体力差のある相手ですとね、はい、時間を経つごとにもハンディも大きくなりますからね。そうなんですね。もともとスロースターターなんですけども、しかし今日はそんなことは言っておりません。ダンプ松本、相手を場外に落としておいて、ご覧のように悠然としております。さあどうしたんでしょうか縦野。何か T シャツかなんか着てますかね。そうですね、はい、どうしたんでしょうか。でもあの肩の水着の紐ですね。あの切れたんですか。そうですね。なるほど、はっはちょっと珍しい、あの、ね、珍しいですね、はい、いやこういったことにはもう各選手十分注意してるんですが、しかしダンパスもその攻撃をまとめに受けてますんでね。まあそれだけねやはり、はい、あの激しいですからね、たまりませんね、はい。そして竹刀が出ました。さあ影武者も来ております。初めて今日は竹刀を使いました。ダンプ松本、ああ突き立ててます、喉に突き刺しております。まあこんなことをしなくてもね、今日はもう全く優勢に試合を進めておりますダンプ松本。しかし恐怖というのは一種の儀式なんでしょうか。まあなんて言いますかね、あの極悪同盟の一種のキャラクターと言いますか ね、一度見せないとどうも極悪らしさが出ないということで、はい、ありますからね。まあ、影武者の面々もねリングサイドに控えております。おっとバックを取った。そうこのまま一気に行くかどうでしょうか。いやーこれは無理だ、逆にバックを取った、バックに回りました。どうか、懸命にこらえる縦野。おーっとこのまま行った、これは豪快です。危ないですね宮本さん。はい、あのダンプがまあバックドロップに投げたんですけどもね、はい、早かったですからね。早かったですね、ちょっと後頭部を打ったようですね。はい、さあ今度はまたバックバックどうか。おーっとこれは縦野やった、カウント2でした。今のジャーマンいかがですか。もうあのまあ体勢は崩れたんですけどね、はい、あの100キロ持ち上げるだけで大変ですよ。本当ですね。しかし強烈なお返し、ラリアートが出ました。もう一発か、おっとこれは空振りだ。さあ縦野がロープに振るか、あっと逆に振られてしまいました。今度は切った、これはすごいですね。あの空中で今1回転しましたね、はいはい。まあ、回転ラリアットダンプラリアットいろいろ言われてるんですけどもね、はい、おーっともう片足だけでフォールしてしまいましたね。見つけてフォールですか、はい、恐れ入りました。ダンプ松本圧倒的な強さ、本当ですね。今あの踏みつけたままフォールを取りましたね、もうね歯向かってくるやつはもう誰でもとにかくマットにねじ伏せてやるという、はい、もうそういうダンプのね、もうこれからの何て言いますかやり方、もうそれをまざまざとこう、そうですね、生贄のようにしてね見せつけ